皆さんこんにちは、料理家の木島龍太でございます。さあ今日はですね、いよいよちょっと肌寒くなってきて、お鍋の季節がやってまいりました。今日は一人鍋です。ソパでアホ風鍋ということで、ソパがスープ、アホがニンニク、乾燥しちゃったパンを入れたりとか卵も入れたりとか、お鍋一つで満足できるので、ぜひお付き合いください。はい、では作っていきます。まずニンニクです。ニンニクは今日たっぷり2個使います。余裕がある人は芯取ってください。薄切りにしていきます。 2,3 ミリかな。ニンニクが切れたらすぐお鍋の中入れちゃいます。で、今日はこういう一人用の土鍋を使ってるけど、別に土鍋じゃなくてもいいです。小鍋使ってください。オリーブオイルを入れます。で、まずは炒めて香りを立てていきます。さあ、ニンニク炒めてる間に残りの材料を切っていくと。ソーセージです。3等分に切ります。こんな感じ、ちょっと斜めに切った方が出汁が出やすいんだよね。で、白菜、白菜は2センチ幅ぐらいにこうザクザクと切っていきます、ね、前もやりましたけど、2センチっていうのは俺の指はここが、ここからここが1センチだから、これの倍ですよね、これぐらいか。で、もうちょっと炒めて、せめてじゅわじゅわいっていきたいんだよね。さあ、シュワシュワ泡が立ってきました。そしたらまずソーセージを入れます。ソーセージを入れてちょっと油をなじませる、はい、油がなじんできたら白菜の軸、はい、白菜の葉っぱも入れます。そしてここに入るのはこちらです、トマトジュース、これを入れます。お塩入ってないですね、はい、続いてお水。熱しすぎた土鍋に水を入れると急激な温度変化で土鍋が割れる可能性があります。なので、ニンニクはシュワシュワ言い出したら具材を入れてすぐに水分を入れてください。で、味付けはシンプルにお塩だけ、小さじ3分の1杯ぐらいまず入れたいんです。で、3分の1杯は塩小さじ2分の1を取ったらちょっと減らしてこれぐらいで、ざっと混ぜます。すると間もなく煮立ってくると思うので、煮立ったら蓋をして、で、弱火で5分ぐらい煮てください。さあ、煮立ってから蓋をして弱火で5分ぐらい煮た状態でございます。開けてみますよ、せーの、パカッと、おー、いいじゃない、いいじゃないですか。ちょっと見てみようか。あ、いいですね。この白菜もちょっとしなっとしてきてるし、ソーセージもこうやって丸まってるってことは旨味が出てるんですよね、スープにね、クリーンってなってるよね。ニンニクにも火が通ってる。さあ、これぐらいになったらこれですよ、パン。本当はフランスパンとかで作ることが多いのかもしれないんだけど、まあ、家にあるパン、何でもいいです、食パンでも、変な菓子パンとかやめてね、何でも味のついてないパンだったら何でも大丈夫です。これをちぎって入れていきます。これね、なんかね、調べたらソパでアホ の原型は貧しい羊飼いが硬くなったパンをスープで煮て食べたところなんだって。分かんないよ、そういうのって諸説あるから。さあ、パン1枚入りました、ね、ちょっと沈めていきます。で、パンに吸わすと、ほら、野菜もあってお肉もあってパンもあって、白菜じゃなくたっていいんだよね、これちょっと鍋に引っ張られすぎたね、感覚が。で、こうなったら仕上げですよ。あ、ここでちょっと一回味見してもらって、ちょっとお塩足そうかな。味が整ったらここで卵を割り入れます。うん、で、これでもう一回蓋をして、卵が好みの硬さになるまで、2分ぐらいかな、ちょっと煮ていきましょう。お疲れ様です。あ、取ってみましょうか。うおほう、ふわふわ、いただきます。熱そう、あ、これ温まるわ。このパンのトロトロ感で、もパンがね、このトマトだったりソーセージだったりの旨味の詰まったスープをパンが吸ってくれてるんです、スポンジ。あ、白菜の甘みも出てんね。
卵当たったんだけど、卵のマイルドさがね、このトマトの酸味を和らげてくれて、これはうまいですわ。これね、身も心も温まるし、野菜もたくさん取れるし、もう一鍋で完結、締めいらない、締めも込みみたいな、これはめっちゃいい鍋ですよ。まあ今日はねトマトベースでやったけど、別にクリームベース牛乳でやっても美味しいだろうし、なんなら和風の味付けとかいろんな味付けのお鍋、このパンを入れて一緒に煮ちゃうっていうやり方ね、これ流行るかもよ。ぜひ皆さんもこのお鍋にパン入れてもうまいんじゃないみたいなのあったらぜひ教えてください。というわけで、いいね、チャンネル登録お待ちしております。そしてコメント、リクエストもコメントに書いてくれたらなんかやるかも。というわけで皆さんまた見てください。さよなら。